どうも、リムです。リムクラフトやっていきたいと思いまーす。今日は、キト君も参戦でございます。今回やることはですね、スケルトンスポナーを作っていきたいと思います。まず、スケルトンスポナーの高さまでいかないといけないので、ここを掘って、スポナーのとこまで行こうかなと思います。2マス掘って、マイナス37ね。オッケー、ありがとう。で、2マス掘って、ここを掘っていくと。こうすることで、後で楽になるので、こういう風に掘っていきます。先にこっちを掘っていく。で、後からこっちを掘る。こんな感じでやっていきたいと思います。パッと下まで行っちゃいたいと思います。パッと。はい。ざっと、スポーナーのとこまで来ました。これがスケルトンスポーナー。こっからスポーナートラップを作っていきたいと思います。まず、これを中心に、1、2、3、4、5マス。こっちはもう空いてるからいいけど。そう、クト君が掘ってるみたいに5マスの広さに広げていきたいと思います。では、これを掘っていっちゃいたいと思います。パッと。はい、5マス広げました。で、そしたら、壁の色を統一したいので、これに壁をくっつけていきます。こんな感じに。それでは、やっていきたいと、もうやってるけど、やっていきたいと思います。はい、これで囲いができました。次に高さを出していきたいので、下に3マス掘っていきます。では、パッと、これもやっちゃいたいと思います。どうぞやってください。下に3マス。1、2、3と。これで広げていく感じかな。はい、空間が出来上がりました。どっちがどっちの方向だかわからなくなっちゃったね。こっち洞窟？オッケー。じゃ、こっちだ。こっち方面に、ここを2段下げます。あ、行くとか水あるんだっけ？水ここに流してくんね。オッケー。よいしょ。処理部屋を作ろう。ここをなんかそれなりの高さ、広さにしたいと思います。なんかすげえスケルトンのスキンが現れるんだけど。特にバケツの水もう一杯持ってたりしないよね。ない。はい、それなりの広さにしました。次に、スケルトンが上がってくるところが、ここの下なんだけど、ここからスケルトンが上にギューンって上がってくる。で、こっちに流れてきて、ここでスケルトンがポタッと落ちてくるようにしたいと思います。これをまた掘ってるだけの作業なので、パッとやっちゃいたいと思います。クト君さ、こっちこっからさ、上に高さ22マスまで掘ってほしい。高さ22マスっていうか、こっから22マスの高さまで掘ってほしい。こっから22マスも。マイナス 17？ あ、そう、そういうこと。とりあえず上まで掘りました。
そしたら、ここに水を流します。一回蓋をして、一旦蓋をして、ここに水を、ちょっと落ちないか。水を流します。で、水流れて水流ができたら、ここを掘って、下に水を流します。で、この落ちる部分は、持っていかないように、ボタン、ボタンじゃダメなの？まさかの事態。看板作んなきゃダメか。先に看板置いちゃうか。看板を置いて、このブロック破壊すると、水がここで止まります。ひとくんちょっとそこで待ってて。で、上がったら、落ちるとこ下まで下がります。水浸しになってるね。ひとくん降りてきていいよ。下水だから。カバンの位置大丈夫。そこでも問題ない。これで基本的な形は出来上がりました。次に、これ、これは、このままだと、スケートンが上がっていかないので、この水流を全部水源にしていきたいと思います。そう。で、とりあえず、ここにも看板一つ。ここに、この昆布を置いてあげると、ここは今水流なんだけど、こうすることによって水源に変わります。それを利用して、上まで。水源にしちゃいます。動かない。俺が動かないよ。半角全角押しても動かないんだよな。なんか、どのボタンで動き出すのかわかんない。俺を落とそうとするな。俺を落とそうとするな。ふたかん。やめてくれた。動いた。これで、この葉っぱを全部取っ払ってあげて、下を掘ってあげて、ここにソルサンドを置けば、ちょん上まで上がる。水準の完成です。昆布がここに全部落ちてきたね。で、とりあえず上での作業はこれで終わりなので、次はこっちの作業に移りたいと思います。次にスポナー側。ここ掘ったところと逆側、ここに水を流していきます。そうすると、ぴったりここで水が止まる。あとはここの端っこだけを無限水源化していけば、これで、スポナーの完成です。早速ちゃんと落ちてくるか、検証してみましょう。あとね、一個言うのは、さ、ここの上にはハーフブロック置きましょう。ここに湧かないようにするためですね。あ、やられてる。逃げて。これで湧くかな？湧いたー！で、落ちてって。
狙わなくていいよ。よいしょ。ここに落ちてくれば成功です。落ちてきたー。でも生きてる。この高さなら、素で一発？あ、素で一発。見つけた高さを。24マスだったかもしんない。よっしゃー。スケルトンスポナー完成でございます。これで完成だね。ひとまず。完成、イェーイ。福徳くんが暴れ回ってる。じゃあ今日の動画はこの辺にしますか。お、鉄。やった、5個。それではね、今回はスケルトンスポナートラップを作り終えたので、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、コメントと高評価。あとメルカリでハンドメイド品を販売しているので、ぜひそちらを見てください。それじゃあ、バイバーイ。